はい、どうも隊長です。というわけで、今回から、プレミアリーグ、レスターシティの監督職に就くことになりました。約5シーズン、バイエルンミュンヘンを率いてきましたが、まあ昨シーズンはね、残念ながら CL を勝ち取ることができず、まあ6シーズン目の半ばで、まあ、レスターシティにね、移籍しました。まあプレミアリーグに関してはまだ開幕したばかりなんで、10月か。そんなに時間経ってないんで、現状のレスターシティの順位は、9位、なんですけど、まあ、トップは狙えるんじゃないかな。まあでもプレミアは正直ブンデスよりレベル高いと思ってるんで。でもね、レスターのメンバー見たら結構いけそうな気がしたんだよね。そしてカレンダー見るとですね、まあリーグ戦もあって、あとカラバオカップね。そう、プレミアカップ戦多いんだよね。カラバオカップとか、あと FA カップとかあるんで。でも今シーズンのレスターは EL も CL も出れてないので、まあリーグ戦とカップ戦だけですね。もう一度レスターシティをプレミアリーグ優勝へ持っていけたらなと思います。まあそのために、ちょっと約半年間は監督職を休んでたんで、まあ早速ですね、私隊長監督が育て上げた若手選手をバイエルンから取ってきたいと思ったんですが、これがね、まずロルダンを引っ張ろうと思ったんですけど、ロルダンの市場価値が6850万というね、ここまでのレベルに来てしまったか。レスターシティの現在の予算、4689万。まあ、約5000万ぐらいか。給与予算が30万ぐらいなんで、とてもじゃないんですが、ロルダンを獲得することはできません。まあ、諦めるしかない、これは。ただ、昨シーズンの途中でユースから上がってきた選手、デンバ・ティボウエ、ルドビッチ・ロニエ、ウスマン・メリノ、エズメル。この4人に関しては、昨シーズンまあまあ使ってたんですけど、やっぱ一番欲しいのはティボウエかな。カンテ2世として僕は見てるんで、ティボウエ、ちょっと獲得したいと思います。価値めっちゃ安いし、4万5000ユーロ。安すぎ。ロニエもね、まあ使っていこうかな。220万。メリノ、バイエルンで頑張ってもらおうか。あんまり一気に手に入れちゃうとね、レスターの選手、数すごいんよ。今のレスターシティのメンバーです。一切補強とかは、こっちは知ってないです。特にリザーブ見て、むちゃくちゃ多い。誰使ったらいいか分かんないんで、とりあえず、ちょっとね、本当に申し訳ないんだけど、年齢が高くて、しかも、総合値がそこまで高くない選手は放出していこうかなと思います。バロッテッリがいるのがちょっと驚きだよね。ブレシアだよね、現実では。まあバロちゃんはちょっと使ってみたいな。エンディリやば、88万の。あと9ヶ月で契約切れか。ちょっとこれ契約延長しとかないとっすね。はあ、バルトラもいるんだ。いやすごい、ベンジャミン・メンディとかいるし、サイドバック結構豊富だな。ルーク・ショーもいるんだ。キーパーがそんなに強くないかな。85位のキーパーがいないって感じですかね。3人しかいない。ダニー・ワード。76。キーパーの補強重要だな。それ以外はまあまあ、サイドがちょっと少なかったかなっていうぐらい。ちょっと右サイド補強したいんで、多すぎだな。これまとめるのはちょっと大変なんですけど。とりあえず契約切れの選手、主力として見てるメンバーは、契約延長していきたいと思います。というわけで、チェルシーに移籍したベン・チルウェル。この選手、契約延長。左サイドバックはチルウェルが主力かな。メンディーとかいるけど、メンディーは控えかな。というわけで、チルウェル、契約延長合意です。あと、この選手、センターバック、ジョン・ルクミ。知らない選手だけど、前所属していたチームはヘンクですね。26歳で83。結構強いじゃん。まあでもちょっと、やっぱり、移籍金欲しいから、センターバックはまあまあいるし、ベンコビッチ。あとこの、誰だこれ、なんて言うんだこれ。ウーバーだ。ザルツブルクに在籍しているウーバーがいるんで、まあこの二人契約延長して、ルクミは出してもいいかな。とりあえずウーバーとベンコビッチに関しては、契約延長。いいね。ウーバー固有フェイス。4年。問題は、給与なんだが、提示してくれると助かる。5万。持っていきますね。あ、でも、下がったな。1万7000ユーロ。オッケー。チーム改革にはちょっとメンバー減らさないとね。あと、ベンコビッチ。チームの要。契約期間は、4年。違約金なし。5万1000。オッケー。メンバー多すぎ、メンバー多すぎ。そして最後、エンディリ。カンテと組ませたら面白いんじゃないの？カンテっていうか、あっちのカンテじゃない。うちのカンテ2世。でもワンチャンカンテ買い戻すっていうのもありだよな。そうなったらカンテ2世、ティボーエいらなくなっちゃうんだけど。お、給与下がるね。いいね、いいね、全然いいよ。よしよしよし。あとは移籍オファーとか待ちましょう。そして、ちょっとサイド欲しいということで、
もうせっかくなんでちょっと南野獲得しようかなと。まあ、堂安でもよかったんだけどな。堂安か南野。ちょっと堂安今どこにいる？あ、スポルティングリスボンね。ちょっとめっちゃ欲しい選手いるんよ。まあ、堂安とか使ってみたいし、一応モッドで固有にはしてるんですけど、21からは、ちゃんとした固有になりますね。堂安でしょ？マフレス買い戻す。ベイルに関してはちょっとリストに載せてるけど、まあ、トッテナムに移籍してたから、もうこれは、却下だな。ベイルは。そして、久保建英。南野匠。南野はちょっと、ブンデス行っちゃったから、まあ、リバプールで活躍できず、ブンデスに移籍したと。そう考えたら、ちょっとプレミアに戻して、ちょっとリバプール相手に活躍できるか、っていうのも面白そうなんだよな。いやー、ちょっと、今んとこ、4人だね。堂安、マフレズ。いや、久保はいっか。うん、久保はいいわ。南野かな？この3人かな？堂安、マフレズ、南野。まあ、ちょっとレポート届き次第見てみようかな。堂安とか2500万ぐらいで取れるしね。さあ、というわけで、隊長監督のレスターシティ、初戦、ウストハムユナイテッドですね。ゴールキーパー、ワードで、フォーバック、チルウェル、ベンコビッチ、ウーバー、アマーティ。で、ボランチに、ヒューズとエンディディですね。で、左、これ、オブライアンでいいのかな？で、真ん中、スソ。右、ゲザル。そして、ワントップ。バロちゃんでいきます。そして今回のスライダーからちょっとまた微調整入れていきたいと思います。相手のダッシュ速度加速を2減らして、その他は特に変更なしということでやっていきたいと思います。さあ、5シーズンもドイツにいましたから、イングランドのサッカーは全然わかっていません。ちょっとクロップ感出していきたいな。クロップもね、一応ドルトムント率いて、最後リバプール行きましたからね。行き方同じだよね。クロップはリバプール。で、隊長はレスターと。いやー、リバプールとの対決も楽しみだな。さあ、やっていきましょう。レスターシティ対ウェストハム。現在リーグ戦9位のレスター。まあ、メンツ見ればね、プレミア制覇できるぐらいのものはありますよ。一応、その、まあ、レスター引っ張ってきたフォワードね。ジェイミー・バーディがどこに行ったのかっていうのもちょっと見たんですけど、バーディね、ユベントスに移籍してて、で、年齢もう37で、もう引退年でした。なので、獲得することはできなかったんですけども。エンディディ、スッソ。スッソ？エンディディ。エンディディのシュート、バロちゃん。まあ、レスターに移籍したからにはね、それはもちろんバイエルンで使ってた選手はね、獲得するんですけど、まあ、ほとんどの選手、バイエルンの選手ね、市場価値上がってるんで、その中で昨シーズン、ユースで獲得した選手をね、獲得していきたいと思います。バロッテリ、無理すんな。オブライアン。バロ。はい、ファウル。え、フリーキックじゃないの。エンディディ。さあ、スッソ。ヒューズ。おーっと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 。ヒューズからスッソー。左サイド。オブライアン。スッソ。ほっ。いやー、ちょっと細かすぎ。4231使うのは初めてだな。いや、この際違うフォーメーションでいいと思うんだよな。ずっと433使ってきたから。飽き飽きしてたってのはあるけど。エンディリ、スソ、ゲザル、スソ、バロ、バロ、フィジカル。中盤にエンディリがいる安心感ね。いや、最初めっちゃ苦労するよ。やっぱり、いつも使ってるバイエルンじゃないから、パス回しが全然違う。まあ、もともと指揮してた、バイエルみたいなチームにすることも可能っちゃ可能だけど、まずは最初ちょっと様子見だな。あばい、あぶねー。前半終了。まともなシュート打てず。フォーメーション変えてみて、バイエルの頃に使ってた433でいきましょうか。ホールディング433。エンディディオセンターミッドフィルダーに上げて、で、ゲザルを、なんかね、レスターに移籍してきましたけど、チャロバを使っていきましょう。さあ、行きましょう。
バイエルンミュンヘンスタイルで多少はやりやすくなる。いいよ、ピッチを広く使っていって、バロちゃん。わお、いいね、アマーティ。さあ、行け、チャロバーからエンディディ、ヒューズ、右のスソ。ああ、惜しい。エンディディ、エンディディ、エンディディ。お？何？ファール？キッカー一番誰がうまい？スソかな？この位置どうだ？ああ、ちょっとコースが甘かった。いや、このチームだったらフリーキッカー、特にスソとか蹴れそうだから、フリーキックから得点増えそうだな。まずい！うわぁ、やられた。なんと失点。あ、モイズか。監督。俺最近モイズの行方わかんなかったから。あー、これはバイエルミュンヘン指揮してた時もよく見た失点ですね。ええー。まあまあまあ、レスターがまだこのスタイルに、慣れるのは時間がかかる。まずい！危ない！ナイスキーバー！チャロバー？エンディディ？バロ？もう一回チャロバーに渡して。オッケー。オッケー。バロ！来た！うわぁ！チルウェル惜しい。まあ、あんな感じっすよ。攻め方は。エンディディ。バロッテリーのトラップスルーは効かない。ファール。あー、ちょっとこれ大きいかもしんない。ゲージ。うわぁ、ポストだ。フューズ、エンディリー。チルウェルのミドル。うわぁ、2点目。ボーエン。監督デビュー戦は、まさかの敗北。フォーメーション変えた瞬間にやられました。でも攻撃のパターンも一応増えたと思うんだよな。なんと 2-0 敗北。まあまあまあ、まだスタートしたばかり。ここからですよ。再びレスターをプレミア優勝へと導きます。初戦を勝利で飾ることができませんでした。どのようにお考えで？いやー、でも悪くないんじゃない？前半 4-2-3-1 で挑んだんだけど、全然シュート打てなかったし。ただ後半、私が愛用していた 4-3-3 に変えた瞬間、失点はしたけど、攻撃パターンも増えたんじゃない？シーズンは短距離走ではなく、マラソンです。いやー、チルウェル、いいミドルシュート打ったね。今後彼には、めちゃくちゃ期待してるよ。本日の試合はどこがいけなかったのでしょうか？まだ、チーム全体を把握しきれなかったことかな。うん、よくわかんねえし、レスター今の。いやー、でもマナ弟子のロルダン、こっちの選手何人か売るか、トレードでワンチャンいけるんじゃないの？安くできるんじゃない？ちょっと購入オファー行ってみましょう。ワイのマナ弟子だからな。おー、君が新監督か、バイエルンの。冴えないおっさんだな。いやー、もうトレードしか考えてない。さすがに6850万、その通りに出すとうち崩壊しちゃうんで。ベラはどう？ベラ、ベラ。おい、高く要求しすぎだろ、おい。ちょっとこれはないわ。あ、無理だ。他の選手で要求できねえ。出せて3000万。はい。話にならねえな。ということで、ロルダンは諦めます。思ったより高かった。うん。レンタルも行こうと思ったけど、レンタル無理でしたね。とりあえず、カンテ2世、デンバ・ティボウエ、獲得しに行きましょう。あ、また再開しましたね。関係悪化かと思ったけど。まあ、ね。市場価値通り出せば、余裕で獲得ですよ、これは。特に何の問題はない。
オーケーオーケーオーケー。ああ、お久しぶりです。ちょっと昨シーズンはね、満足いく出場機会与えられなかったけど、我がチームに来たからには、まあ、ある程度約束はするけど、主力まではいかないな。ローテ。まあ、5年でレスターもやる気はないけどね。FIFA 21がそろそろなんで。全然問題ないよ。まあ、今んとこティバウェだけにしとこうか。ちょっとメンバーの数多すぎるんで。あ、そっかそっか。まだ移籍期間外なんだ。ということは冬に入ってくるんだね。なるほど。じゃあなるべく早く今シーズン終わらせましょうか。FIFA 21まで発売あともうちょっとなんで、ちょっとまあ、レスターに移籍したんですけど、まあ、本来だったら前回で最終回にしても良かったかなとは思うんだけど、まあ一応21発売まではね、なんとか最終回動画は撮りたいと思うので、ちょっとレスターシティ編はそこまで長くはないんですけど、まあ本編はバイエルンミュンヘンで、まあ番外編としてレスターやっていきたいなと思います。で、FIFA 21では、まあいろいろキャリアモード進化するんで、まあキャリアモードね、まあ今まで成り上がりでやってきたんですけど、まあちょっと別になんかビッグクラブ渡り歩くのもありなんかなっていう思ってきた。まあちょっと変えてやっていきたいと思います。というわけで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。